アメリカメジャーリーグ、エンゼルスの大谷翔平選手は、今シーズン、二刀流の選手として、球界の歴史に残る活躍をしたほか、シーズンが終わってからも、数々の賞を受賞しましたが、大谷選手がメジャーで、初めて獲得した大きな賞は、メジャー初年度に獲得した、アメリカンリーグの新人王でした。2018年のシーズン後に、エンゼルスの大谷選手が新人王を受賞したとき、争ったのはヤンキースのミゲル・アンドゥハー選手でした。アンドゥハー選手はその年、名門チームの三塁に定着し、打率2割9分7厘、27本塁打、92打点という素晴らしい成績で、アメリカンリーグの新人王の投票では、大谷選手に次ぐ2位となったのです。しかし、その後は低迷し、今シーズンは、45試合の出場にとどまっていました。アメリカのメディアはこのオフに、年俸調停の対象となる選手を特集し、その中に名を連ねる、アンドゥハー選手の予想年俸を、170万ドル、約1億9400万円と算出し、来シーズンヤンキースに、大きな貢献をすることは難しい、と指摘しました。アメリカ最大の移籍情報サイトである、トレードルーマーズが、このオフに、年俸調停となる選手の一覧と、その年俸を予想しました。年俸の金額は、プレー時間、守備位置、役割、成績などを考慮して算出されます。アメリカのスポーツ専門誌である、スポーツイラストレイティッドは、このトレードルーマーズが出した金額をもとに、ヤンキースの選手たちの寸評を加えました。ヤンキースの大黒柱である、アーロン・ジャッジ選手の年俸は、1710万ドル、約19億5000万円と予想されており、フリーエージェントとなる前の年俸調停の最終年であるジャッジ選手は、残りの選手生活もヤンキースでプレーしたいと発言しています。今シーズンの途中に交換トレードでレンジャーズから加入したジョイ・ゲロ選手は1020万ドル、約11億6300万円。捕手のゲイリー・サンチェス選手は、790万ドル、約9億円と予想されています。そんな中で、アンドゥハー選手は、170万ドル、約1億9400万円と予想されてしまったのです。スポーツイラストレイティッドは、アンドゥハーの今シーズンは、怪我や守備の問題、それから、出場選手枠の問題で、出場機会が限られたために、来シーズンも、かつて有望視されたこの選手が、ヤンキースで、大きな貢献をするのは難しいだろうと指摘しました。アンドゥハー選手は大谷選手と新人王を争った翌年の2019年シーズンは右肩関節の損傷の影響で12試合の出場にとどまり、ジオ・ウルシェラ選手に三塁のレギュラーの座を奪われていました。翌年の2020年シーズンは21試合に出場、そして2021年シーズンは主にレフトで45試合に出場し、打率2割5分3厘、6本塁打という成績に終わってしまい、ヤンキースでの存在感がかなり薄くなってしまいました。大谷選手とは完全に差がついてしまったアンドゥハー選手は、現在、完全復活を目指して、母国ドミニカのウィンターリーグに参加しています。しかしそこでも、31打数5安打の打率1割6分1厘、本塁打0本の2打点と低迷していて、厳しいことで知られているニューヨークのメディアは、この成績のアンドゥハーでは、ヤンキースに居場所がない。ロックアウトが明けたら、アンドゥハーはヤンキースから、トレードで放出されるのではないかと、厳しく指摘しています。先にも述べましたが、アンドゥハー選手は、大谷選手が、メジャーに移籍した初年度である2018年に、大谷選手と、新人王のタイトルを争いました。その2018年のシーズンが終わった後、アメリカのメディアは、そのシーズンの総括、地元球団の振り返り、それから次のシーズンに向けての課題など、様々な特集を組みました。大谷選手が所属する、エンゼルスの地元紙である、オレンジカウンティレジスターも、その年に活躍した選手、期待を裏切った選手を、独自の視点で特集しました。大谷選手がこの年、投手として10試合に出場して、4勝2敗、防御率 3.31。打者としては、
打率2割8分5厘、22本塁打、61打点という成績を残しました。オレンジカウンティレジスターは、新人王のコーナーで、ライバルであるヤンキースのミゲル・アンドゥハー選手と並んで、大谷選手を取り上げました。エンゼルスの地元紙なら、新人王に熱烈に大谷選手を推していると思いきや、至って冷静な記述でした。記事では、この年のアンドゥハーは、アメリカンリーグの2位の2塁打を打ち、打撃のその他の主要4部門でトップ10入りした。アンドゥハーは、新人王に値する活躍をしたが、大谷翔平が見せた前代未聞の二刀流の活躍が素晴らしすぎて、認めないわけにはいかなかったと、どちらかの選手を贔屓することなく、両者を称賛しました。例年なら新人王は、アンドゥハー選手一択になるところですが、この記事の書き方は、大谷選手の型破りな二刀流が、例年とは違う新人王レースになっていると、暗に示したのです。この時は、アンドゥハー選手が所属する、ヤンキースの地元紙である、ニューヨークの新聞が、大谷選手を新人王と予想し、エンゼルスの地元紙が、大谷選手を控えめに報道したりと、骨殺しのような様相を呈していました。そして、皆さんがご存知の通り、この年のアメリカンリーグの新人王には、大谷選手が選ばれました。さらに、日本の巨人で大活躍して、大谷選手がメジャーに移籍した同じ年である。2018年にアメリカに戻ったマイコラス投手が、急成長選手部門に選ばれました。2014年以来、メジャーのマウンドに立っていなかった、マイコラス投手でしたが、日本からメジャーに復帰して、カージナルスでプレーし、18勝4敗、防御率 2.83 という、素晴らしい成績を残しました。記事では、この年アメリカンリーグで39セーブを挙げ、アスレチックスのワイルドカードゲーム進出に貢献した、クローザーのブレイク・トレイネン選手と共に、その年に、最もブレイクした選手と認定しました。この記事で選ばれている賞は、大谷選手の新人王のように、メジャーの公式のタイトルもあれば、マイコラス投手の急成長選手賞のように、オレンジカウンティレジスターが、独自に選んだものもあります。MVP は、アメリカンリーグでは、レッドソックスのムーキー・ベッツ選手を選出。同じレッドソックスの、JD ・マルティネス選手も候補でしたが、三振の数が100を切っている、ベッツ選手を選びました。ナショナルリーグは、ブリュワーズのイエリッチ選手が、MVP に選ばれました。サイ・ヤング賞、最優秀投手部門は、アメリカンリーグでこの年、21勝を挙げて最多勝投手に輝いた、レイズのブレイク・スネル投手が、ナショナルリーグでは、10勝9敗という成績ながら、防御率 1.70 という成績で、唯一防御率1点台の成績を残し、それから、24試合連続で、クオリティスタート、6回以上投げて、自責点3以下という好成績を残した、メッツのジェイコブ・デグローム投手が選出されました。この記事では、このような良い成績の部門だけではなく、反対の悪い成績の部門も発表されました。最低監督賞には、球団記録のシーズン115敗を喫した、オリオールズのバック・ショーウォルター監督が選ばれました。ワーストフリーエージェント選手賞では、4年5700万ドル、約63億8000万円という契約で、レイズからオリオールズに移籍した、アレックス・コブ投手が選ばれました。コブ投手は、前年の12勝10敗という成績から、この年は、5勝15敗という、期待を大きく裏切る成績に終わっていました。このコブ投手は、名前を聞かれたこともある人も多いと思います。そうです。今シーズン大谷選手と共に、エンゼルスの先発投手として活躍した、あのコブ投手です。コブ投手は今シーズン、エンゼルスの先発投手として、大谷選手に次ぐ8勝を挙げて、来シーズンの活躍が期待されましたが、残念ながら、ジャイアンツに移籍してしまいました。今シーズンの大谷選手の大活躍とは反対に、大きく成績を落としてしまったアンドゥハー選手。アンドゥハー選手は、現在26歳と、まだまだ全然老け込む年齢ではないので、これからの巻き返しに期待したいですね。
今回は以上になります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。